はい、哲也です。今日はですね、国民玉木代表小西氏への追加処分を要求というテーマでお話してみたいと思います。例の小西文書の問題、いろいろ吸った問題しましたけれどね、結局、よく言われる泰山明道してネズミ一匹というかね、ネズミ一匹も出なかったですね。結局高市早苗さんがですね、放送法の解釈をねじ曲げて、放送事業者に対して政治的な圧力を加えたという事実は全く明らかになりませんでした。小西さんが超一級の行政文書ということでね、追及するための根拠としたその行政文書なんですけど、これ完全に野良文書でね、いわゆる行政文書ファイル管理簿にも載せられていなかった。しかも、高市さんに関する書面に関してはですね、4つのうち3つは作者不明だと、日付不明もあると、あるいは1つについては作者は分かってるわけですけども、そういうレクがあったということを言ってるのはその文書を書いた人たちだけで、同席した高市早苗さんはじめ、高市さん側の、立ち会い人というか一緒に同席者は否定しているわけですね。つまりこれも正確性を欠くということで、結局ですね、この岸田首相も高市さんを処分するわけにいかない、そこにはもう論理の飛躍があるんだということで、これも決着してしまったわけですね。つまり小西さんらの主張、つまり立憲民主党の主張というのが完全に空振りでですね、濡れ衣でね、冤罪みたいなものですよね。そういった騒ぎだったということがほぼ確定しつつあるわけですよ。で、ここで今焦点になっているのは、そういう濡れ衣みたいな追及を主導したの誰ですか。そう、小西博之さんですよね。小西博之さんをどう扱うかという点にちょっと注目が集まっているわけですよね。で、もちろん国家公務員法違反とかですね、偽造公文書公私等罪ですか、そういったところで刑事告発がなされる可能性もあるということなんですけども、その前にですね、小西さんはかなりやらかしてるんですよね。で、それは何かというと、皆さんご承知の通りね、例のオフレコ発言みたいな話があったじゃないですか。で、猿発言ですよね、いわゆる猿とか野蛮とかね、蛮族とかいった言葉を使って、この衆議院の、憲法審査会を、侮辱するような発言をしたということですね。で、それで、終わっておけばまだしもですね、その後にそれを報道した記者に対してですね、このように書き換えろと、つまり編集権への介入までですね、行ったと言われているわけですね。このように自分が言うとおり書き換えないと、告訴するぞというような恫喝ですね。これこそ放送法に違反する、政治的圧力じゃないかということなんですね。そのことについて立民はですね、どういうふうにしたかというと、この憲法審査会の野党、これ参院のですね、憲法審査会の野党の筆頭幹事という職からですね、更迭するということですね、小西さんを。で、あろうことか、杉尾さんをその後釜に当てるというね、とんでもないような対応をしているわけですけれども、これについてやっぱりちょっと噛みついたのがですね、最近ね、もう正論を吐きまくりのですね、玉木雄一郎さんですね、国民民主党の代表ですよ。最近いいですね、やっぱり。一時はね、ブレるんじゃないかって言われてたんですけど、あんまりブレないですよね。政策だけ聞いてるとね、もう自民党よりいいんじゃないかなというぐらいの発言が多いですよ。で、今回もですね、この小西さんに対する甘い処分に関して追加処分を求めるコメントを発表しましたね。ちょっとその内容について書かれた記事があるので、まずこれを読んでみたいと思います。玉木氏、小西氏は高市氏に辞職求めた処分を要求。国民民主党の玉木雄一郎代表は4日の記者会見で、立憲民主党が小西博之参議院議員を参議院憲法審査会の野党筆頭幹事から更迭したことについて、整合性の取れた対応をしないと立民の党としての信頼も失われるのではないかと述べた。
次いきますね。小西氏は衆院憲法審の在り方をめぐり、毎週開催は猿がやることなどと発言し処分された。つまりこの筆頭幹事を外されたということですね。小西氏は自身の発言を報じた報道機関への法的措置に言及するなど、報道への圧力と受け取れる言動を繰り返している、まあ、これ先ほど言ったことですよね。猿がやることと言ったと、オフレコで言った、でもオフレコという証拠もない、それから自分は撤回したのに撤回したことは言われてない、でも撤回したという、撤回という言葉もなかったと、ね、テープ起こしをした限りではですね、撤回という言葉もなかったんだということで、産経でしたかね、普通通り報道したということなんですけど、他の報道機関もねその通り報道したわけですけど、それが切り取りだということで、自分の言う通りのことを書かないと告訴するぞみたいなね、そういう政治的圧力はかけたということなんですね。玉木氏は小西氏のこうした言動を念頭に、筆頭幹事を外れるだけで処分がなされたとメディアの皆さんは思うのか。小西氏は高市早苗経済安全保障担当相が議員辞職すべきだとおっしゃったので、整合性を取る対応しないと党の信頼は成り立たないと指摘したということね、まあ、まさに正論ですよね。そうそう、立民はですね、小西さんを中心に立民はですね、何て言ったかっていうと、高市さんが放送法の解釈をねじ曲げてね、政治的な圧力を、放送事業者に対して政治的圧力を加えたと、そういう証拠があるんだと、これが事実なら捏造じゃなかったら辞めるんですよね、議員もそれから大臣も辞めるんですよね、結構ですよっていうふうに答えたわけですね。でこれを事実は明らかになれなかったわけですよ。先ほどから言ってるように放送法の解釈をねじ曲げたこともなければ、政治的圧力を放送事業者に加えたこともないと、これ民主党時代からある解釈を繰り返しただけだということが明らかになったわけですね。ですから高市さんは辞める必要はないんですけど、立民の側はですね、放送法の解釈をねじ曲げて放送事業者に政治的圧力を加えるようなことがあったら辞職せよと言ってるわけですから、この小西さんの対応はですね、放送法の解釈を曲げたことになりませんかと、そしてなおかつですね、政治的圧力を放送事業者に加えてませんかと、もし加えてるということであればですね、これは高市さんにそれを言う、議員辞職、大臣辞職を求めるのであればですね、やっぱり議員辞職を求めるぐらいのことをしないと、立憲民主党のやってることにいわゆるダブルスタンダード、ダブスタということになってね、なんていう党だということになるよと、信頼を失うよということですね。まさにその通りだと思うんですよ。ついでに言うと、日本維新の会もですね、今後共闘を続けるのであれば、小西さんに対する追加処分をしなければならないというようなことをですね、やはり4月4日の党の会合でですね、音喜多さんがそういう発言をしているようですね。ですから維新もそれから国民民主もね、この問題についてはこのままで終わらせるわけにはいかないという、そういう考え方があるようですね。はい、でこれをどう受け止めるかというところなんですね。ここが大事ですよね。立民がどのように受け止めるのかということなんですけども、立民の重鎮の原口和弘さんは何ておっしゃってるでしょうかということで、多分立民のですね、中核的な重鎮ですから、立民の考え方の中心はこの辺りにあるんじゃないかと僕は思うんですけどもね。じゃあどんなことをおっしゃってるかというと、こういうふうにおっしゃってます。大臣に辞職を求めたから処分しろと、高市大臣お言葉通りにしてくださいと国会議員が言ったら処分されるのか、そもそも誰に処分されるのか、私も言ってみようというね、なんというかね、的外れたね、このコメント、この政治の世界にですね、こんだけどっぷり使ってて現実が全く見えてないというふうに僕には見えるんですけどね。はい、僕はこのようにリツイートしました、原口さんに対してね。原口さん、事態を正確に捉えてください。放送法の解釈を変えず政治的な圧力も加えていない高市大臣に辞職を求めた党がオフレコと言い張り、これ本当はオンレコだったんですけど、オフレコと言い張り、猿などと差別発言を行い撤回もせず記者への編集権に介入し
政治的圧力を加えた自党の議員に対して甘い対応でお茶を濁しちゃダメだってことですよというふうにね、僕が指摘をさせていただきました、ね、毎日普通の仕事をしながらチラチラとツイッター見てるだけの、まあ、僕なんかそういうね別に評論家でも何でもないわけですから、ね、普通の仕事で忙しくてね朝から晩まで追われてるわけですよ。しかしねそれでも新聞とかね、まあ、ネット上のいろんな報道とかですねニュースとか発言とかね、まあ、ツイートとかねこういうのを見ながら大体事態の、全容というのはある程度把握してますよ。で原口さんはねなぜこのようなコメントになるのか僕にはその思考回路がね全く理解できないんですよ。もう一度言いますけども高市さんは放送法の解釈をねじ曲げたこともなければ放送事業者に対して政治的圧力を加えたという事実もありません、民主党時代の解釈そのものを国会で発言しただけですよね。で、いろいろと、まあ、野良文書行政文書の野良行政文書でいろいろ言われていることも正確性を欠いているということで高市さんを責める根拠に全くならなかったわけですね。しかし今回の小西さんの一連の言動というのはねこれ明確ですから明確にもうテープにも残ってるしね、それから LINE にもその証拠が残ってるわけですよ。明らかにこの政治的圧力を加えたんじゃないかとその疑いが濃厚なわけですよね、はい、この段階で小西さんを憲法審査会の野党筆頭幹事を外すだけであとはもういいよというふうにしてしまうのが本当にねこの立憲民主党の党に対するまあ信頼というかねそういったことに関してですねプラスになるのかということですよ。僕は決してプラスにはならないと思います、まあ、原口さんのような考え方が、まあ、泉さんとか、ね、岡田幹事長とかもね、まあ、それほどではないにしても近いんじゃないかなと思うんですよね、まあ、そう考えると立憲の将来性というか、まあ、社民党かというかなこのままいくとね避けられないんじゃないかなというふうに思います。あなたはどうお考えでしょうか。ではまた Good luck目覚めよ日本人。今回のようなお話に興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。